毎度おはようございます。本日も明るく楽しく元気よく健忘ブロッコリーどうぞよろしくお願いいたします。ちゅうことで今ね、多大なる積み込みちゃうわ、荷物の移動完成いたしました。はい、冷蔵庫の中もいっぱいです。冷蔵庫オープン、じゃん、あー、しゃーないっすー。しゅんたんにもらったバームクーヘンとクッキー、そしてお弁当を朝からね一生懸命作りました。お蕎麦セット5個また入ってます。この下にはですね、コーヒーにお菓子にそしてジュース、はは、ナイスー。ということで、本日もですね進んでいきますのは、栃木県の日光市でございます。今日、そうと今日が一気に混ざったわ。今日はね朝の配達なくそのまま日光に向かっていくんですよね。そうなんですよ。なので出発してもう日光に行くだけなんですよ。うん、すごいね、すごい工程になっております。素晴らしい。よし、まあ名阪国道がね今日から工事、で名神も工事ということで、まあどれぐらい混んでるかね全然わからないんですけども、免許証持ったやろ、アルコール除去の機械持ったやろ、短パン持ったやろ、着替え持ったやろ、で上靴持ったやろ、ヘルメットあるやろ、あれもあるやろ、あれもある、手袋ある、飯類全部ある、で携帯が2つ、でアルコールチェックの携帯3つ目、バッチリ。これね出発してからうわー忘れてたっていうわけにはいかんからな今日はな、帰ってくるのは明日明後日やからな。よっしゃ、オッケー。ということで、どこまで話したかわかりませんが出発していきたいと思っております。次が出発します。ただいまのお時間8時半です。大東鶴見門真ジャンクション自己渋滞1キロ、関係ない、関係ない、充電少なくなってる、何が、交差点よし、はい、巻き込みよし、はい、歩行者なし、はい、曲がります。さあこっから一生信号のない道やな。 OK です。まあ途中でね名阪国道を挟みますので、まあ高速道路、まあでも言うても全て高速道路やな。いいね、今から8時間半の旅路やで、まだね640キロあるからね。ハハ、右合図、右速報よし、だから9時間見とこうな。9時間見て6時ごろ到着っていうような感じやな。ナイス、行こう行こう。しかしあれやな、この延々走っていくだけやなマジでな今日はな。いや全然いいんやで、ほんまに。だってさ、この荷物は先週の土曜日に荷物積んだんよね。で月曜配達、別に今日配達がなくて、もう土曜日に積んだ荷物をとりあえず持っていくだけなんよ。しかも今日配達じゃなくて明日配達、火曜日の、朝配達やけど、だからまあ言うたら今日は何も配達もせえへんし積み込みもしないよっていう日ね。マジで運転するだけ、そう、行くだけ。おー、いいねー、ナイスやねー。まあなんていう、体のメリハリがあるかっちゃそれはまあないんやけど、まあでもいいよね、こういう日もあってもね。まあ今日の経路は今浜道ね、浜道東ちゃう、西名阪道、名阪国道、東名阪道で伊勢湾岸道、新東名、東名、圏央道で東北道やね。こんな感じで進んでいきます。それでは浜道終了で、次は西名阪道へ入っていきます。ここは何や、藤井寺のジャンクション、違うな、松原のジャンクションです。左速報よし。藤井寺ってどっから出てきたんやろな、
しかしあれやな、晴れてよかったな。昨日むちゃくちゃ雨降っとったもんな。まあ朝のほんま一瞬の病んでる時間、その病んでる時間にポコタ君とお散歩行ったけどさ、あの時間も散歩行ってなかったらもう永遠と散歩行かれへんとこやったわ。あ、まあそっから買い物行って、まあね、お休みの休日の特別な過ごし方としてね、まあやらしてもらったんですけども、へへー、右すぐほう、よし、はい、寄ります、ナイス。朝から茹で豚作って、で、あれなんや、カツオのたたきも、まあカツオのたたきはでも昼からやったんか。あ、そうや、マグロのカマ買うてきたんや。マグロのカマがさ、めっちゃ安くてさ、500円で売っとったんよ。で、マグロのカマで、ちょっとな、いっぱい朝からじゃな、もう昼ぐらいだからな、やらせてもらったんやけど、よかったね。で、2時ぐらいから昼寝してな、ポコタ君と一緒に昼寝よ。最高やったで、マジで。奈良県天理市ということで、これより名阪国道に入っていきます。そうやな、天理のあの屋台のラーメン食べに来たんよな。両方とも、西華ラーメンとさ、天理スタミナラーメンの両方とも行きたいね。1回で2軒回りしたいね。そうやねんけど、どう、いつ行ける、今日っていうか今週の、あ、そうや、無理や、今週の土曜日は焼肉やねだから絶対無理やね。今週の夜は深夜焼肉行くね。そう、堺の方でさ、深夜に開けてくれてる焼肉屋さんがあんのよ。そこで焼肉に行くね。そう、来週は、まあ、あ、来週無理やな、来週絶対無理や、再来週やな、再来週ぐらいに行けたら行きたいかな。なぜか僕の予定をね、今公表してますけども、めっちゃいいやん。あのスタミナラーメンで西華ラーメン、あれめっちゃ好きやね。ちょっと甘辛くてさ、野菜が容器入っててさ、あれめっちゃ美味しいね。あれもうぐらいねんけどな。あ、3キロ先車線絞ってんねや。なるほど、そういうことね。入ってくる、右速報、よし、3キロ先か。あ、じゃあ渋滞がどんだけ長くても3キロや。いいね、ナイス。今日の9時からやもんな。今10時なんよね。今10時やから、まあ1時間前から規制されてるんやろうけど、右寄っとこうか。ここな、左走ったらな、デコボコすぎんねんな。右先方、よし、はい。だからまあまあ、この辺をリフレッシュ工事してくれるんやろうけど、結構ひどいね、この区間ね。もう 600m、500m、 あれ渋滞してないやん。ナイスー、マジで今日はこの渋滞絶対はまるやろなーと思っちゃって。あらどういうこと。あ、まだなんや、まだ規制してませんね。これから規制しそうな感じやな。あー、9時、まああれなんかな、工事する人たちも9時にどっかで集合してさ、さあこれから帰省しますぜー言うて今出発してるぐらいなんかな。今10時、渋滞なくクリアできました。左合図、左速報、よし、はい、戻ります。ナイス、ありがとうございます。いいね、なんかずっとさ、関東行くとき雨やったけど、今日も実は雨予報やったんやけど、ずっと晴れてますよね。太陽があるということで、名阪国道終了でございます。これより行くはね、東名阪道ですね。よしよしよっしゃー、それでは東名阪に入っていきます。まだまだあるで、あと伊勢湾岸道でしょ、新東名でしょ、で東名でしょ、で東北道、まだあと4つあるからね。あー、
だまだよ。今で残りまた560キロぐらいじゃん。まだまだ全然来てないよ。あれやな、もう腹減ってきたな。どうする？どうする？ほんまに腹減ってきた。とりあえず東名阪終了でこれから伊勢湾岸道に入っていきます。休憩、遠いな遠いな、まだまだやな。ちょっと中間点呼しとくわ。従業員番号を入力し認証ボタンを押してください。はい、機器の電源を入れてください。待ってください。よし、中です。息を吹き込んでください。2 OK、 結果を送信中です。結果を送信しました。送信しました。ナイスです。はい、よっしゃ、それじゃあご飯食べようぜ。いただきます。それではいただきます。見て見て、最強やろこれ、鶏胸肉、うん、うまいうまい。あーマジで最強。半分によって茹でてゆかりちゃんまぶした。うん、ウインナーも入ってんねん。だいぶとヘルシー弁当やでな。よし、自分で焼いた卵焼き、うーん、だし巻き卵よ、うん。さあ、ほな残り363キロ。おー長いな。走ってきた量よりも長いけども、ご安全にね進んでいきましょう。
魚くわえたドラ猫を追いかけて裸足で駆けてく愉快なサザエさん。いや沼津もあれなんかな、カツオ養鶏取れるんかな。いや沼津は違うか。あら勝浦、勝浦ちゃんはすさみ、和歌山のすさみはさ、ケンカツオっていうさ、なんか釣り方があるやんか。沼津もまあ港やからカツオ上がるんかなと思って。いや昨日そのな、あのあれ食べたやん、カツオのたたき、うまかったからさ。カツオのたたきもうまいけど、カツオの作りもうまいでな、普通にな。左つく方よし。そうカツオの作りもめっちゃ好きなんよ。裸足で駆けてく愉快なサザエさん。へへナイス。よし、ほらちょっと燃料振り込んどこうぜ。神奈川県に入りました。神奈川でございます。残り180キロぐらいかな。いい感じ、いい感じ。180キロやね。まあ3時間あれば着くよね。めちゃめちゃええ感じやないの。まあ6時に着いて明日9時に出発するってなったら10何時間止まるん。12、13、14、15時間、15時間も止まることになるよね。おー、やっとこれで東名が終わります。圏央道に入っていきまーす。しゃあ、左合図、左側方よし。はい、寄りまーす。圏央道でーす。いいね、ナイス。あとはこの圏央道が終わったらさ、ラスト東北道だけやね。残り160ぐらいにはなったかな。おー、ナイス。今日はもう着いたらガガッと飯食って、ま、あこの動画だけ編集しようか。この動画だけ編集して寝よう、爆睡しよう。今日はご飯作るのとかさ、いろいろ早く起きたからさ。そや、さっきごま蔵さんとすれ違ったような気がする。左すく方よし。ごま蔵さんってさ、まああの五郎丸船団の団員さん、船団さんやねんけどさ、結構面白いね。めちゃめちゃいかついのに、あの喋ったらめちゃめちゃ丁寧やし、めちゃめちゃ気配りできるし、人は見かけによらずっていうやつよ。あ、見かけで判断したらあかんっていうやつよ。そう、めちゃめちゃいかついのに、ほんま気配りとかすごいから、やばい、やばいしてからね、ほんま。やばいっていうのはあれやで、いい意味な、うん、いい意味でやばいしてから。確か今のはスライドしたのはごまぞうさんやと思うけどな。中いらへんで関東関西をね行き来してる。関東関西ちゃうな、中国関西ちゃう、中国関東行き来してんか。素晴らしい。お、なんか釣りしてるわ。ここの川いつも釣りしてるでな。うなぎでも釣れんのかな。何釣ってんやろな。圏央道内回りなんかずーっと混んでるね。また圏央道事故あったんかな、内回りな。えげつないぐらい混んでるで、マジで。めっちゃ並んでるよ。ほら入ってくるから。右側方よし。はい、もう見えへんね、こう見えへんところから急にこうやってピッて入ってくる感じやから、ナイス。いい判断したな。おー、渋滞やなー。白岡勝負インターチェンジを越えたところから、茎のジャンクションまで。ここってなんかよくまあ渋滞してるようなイメージなんやけど、ほんまにあれやなー。あと残り20分から30分を残して4時間ではたどり着かんな。もっぱつやっぱ止まらなあかんな。いや、もう止まらんとさ、いけるかなとか思って、8時間やから4時間4時間で走ってったら
ギリいけんちゃいまっかーっちゅうつもりで走ってきたんやけど、やっぱ無理やな。20分30分がうーん、あだとなるなまあ20分、残り20分30分のために430せなあかんな、30分なしゃあない、しゃあない。それはもうちゃんと国が決めた法律やもんな、うん、守っていかなあかん、守っていかなあかんけど邪魔くさいな、ほんま20分30分やないな。どこで止まろう。まあ東北道入ってそうやな東北道入ったら止まろっか。あ、なんか渋滞してるな絶対。よし、これで東北道に入っていきます。そうか、東京方面が混んでるから渋滞すんねや。なるほど、宇都宮方面は全然混んでませんでした。あ、すごいな、東京方面こんな渋滞すんの。蓮田まで、もう結構渋滞してるな。はい、入りました。はい、言うて安くやな。とりあえず右側方、よし、はい、よっしゃ、これでラストの東北道でございます。まあちょっとどっかでね、30分止まらなければね、目的地までは行けませんが、あと1時間ぐらいで着くはずやのにな。1時間半かかってしまいますが、まあしょうがない。あ、これで6時着くぐらいやね、予定通りの6時着くぐらいで向かっていきます。利根川を渡りますと、そこは茨城県、違うやん、群馬県やん。そうなん、館林は群馬なんまだ全然分かってないやん、しょっちゅう来てんのにな。茨城県やと思ったら茨城県、じゃあしかも栃木県やんな、言おうとしとったのはな。おい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 、怒られるぞ北関東の人たちに。群馬県があって上が栃木県で、右側が茨城県がな。ああ、そうやな、そうやな、すいません間違えました。もうてっきりね、利根川だったらね、栃木県や言おうと思ったら栃木でもないね、言葉は茨城言うとったし、実際は群馬やし、まあええか、まあええか、今日はまあええかが多いな。なあ、今しゃっくりだよ。もうキープレフト、はい、ナイス。館林、ここ、あー、館林か、暑いな、館林はな全然ちゃうかったな、群馬県やったな、すいませんね。お、これで栃木県に入ったかな。次、佐野富士岡やから栃木県よね群馬県ではないよね。栃木県に入りました。このいい感じのね、山々の景色、山はないか適当なこと言いすぎやな、今日な、今日は適当なこと言いすぎや、山全然ないのに山々の景色言うてもたわ。まあ、広がる広がる畑のね、この景色いいじゃないですか。ほら、これ何作ってんやろな、麦、何米じゃないねんな、何作ってんやろな。うわー、大山で46キロか、無理やねんな。佐野で泊まるかとりあえずね、佐野で泊まって430します。この佐野のサービスエリアって入ったことないな、初めて入りますね。とりあえずおトイレでも借りて、おトイレチェックでもしに行かなかったな。あれやな、シュート目みたいやな、おトイレチェック。おー、ここやな、左合図、はい、左側方、よし、はい、それでは入ります。佐野、よっしゃー、どうなってんやろ、どうなってるんでしょうかね。お、お、どこに行かせん、お、これか、 ETC 出口、トラックはすぐに、あ、ここ宇佐美なんや、へー、あ、めっちゃ空いてるやん、めちゃめ
っちゃ空いてるやん。あ、おトイレ遠いわ、やめとこおトイレ行くの遠いからやめとくわ。あとか言いながら聞くだけ。あ、まあええわ、おトイレ遠いからやめとこ。30分後ここで休憩しよう。しゃー、ガラガラやな今やったらな。はい、ナイス。まあ、しゃーなし、止まるわ法律で決まってるから。しゅんたにいただいた最後の最後のクッキーをいただきます。ありがとうございます。クッキーってうまいでな。あー、最後かもう無駄に30分止まったわ。30分止まってなんか眠たくなったわ。ここあれや、スタバあんねんな。もう椅子に座ったままでぼーっとしとったけど、あっこにスタバあって、あっこに唐揚げだなんかあんねん。そう、めちゃめちゃうまそうなのが見えてんねん。いかんて、いかんて、絶対にいかんて。さあ行こう。よっしゃ、あ、見にくい。 OK、 ナイス。よし、行こう。よし、行こう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 。30分経過しました。ただいまお時間5時半でございます。よっしゃ、さあ行こう。初めてお世話になったな。もしかして裏にもトイレあったんこれ。せやん、めちゃめちゃ近くにトイレあったんかな。まあいいや、まあいいや。よっしゃ、ここは宇佐美でしたね。ここがエネオスウィングとかやったら最高やのにな。エネクイとかな。よっしゃー、ほな残り40キロ。30分強化、右アイズ、右速攻、よし。はい、ナイス。頑張って走っていこうか、ラストな。ラスト走っていこう。栃木っていう文字が見えてきたね。栃木県の県庁所在地はどこかご存知でしょうか。栃木市、違うよね、これがね。知ってた？宇都宮らしい。おー知ってた？まあ、それみんな知ってるか。知ってるよーって言う人と、え？そうなん？っていう人に分かれてほしいんやけどな。そう、宇都宮らしいわ。栃木県、栃木市が県庁所在地じゃないよね、これがね。当たり前のこと言ってんかな、もしかしてな。まあええや、まあええや、今日はまあええやの日やから、まあええや。まあええやはサムネにせえへんけどな。そんなもんしたら何々って思ってもらわれへんもんな。あー、もうちょっと、もうちょっとやで、もうちょっと頑張れ。よっしゃー、頑張れよ。今日は一日晴れやで、知ってましたか。そう、雨降ってないね、ナイス。残りあと1キロ、ナイス。あ、そう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 、あの右側にね、こう昭和レトロを感じるようなラブリーなホテルの看板があるよ。そう、さあ到着でございます。ほら、あるやろ、あ、こうホテルって書いてるやろ。おお、どこにあるか分かれへんねん、どこにあるか分かれへんねんけど、まあちょっとね、昭和レトロな看板があるんよ。左速報、よし、ナイス。ここのパーキングはね、備えにね、心配することなく止めれるから嬉しいのよ。ってほんまにいける？今日なんか多いような気がするの。しゃーしゃーしゃー、よっしゃー、こういう裏返ったな。飯食おうか。さあ飯食おうか。前の人が歩いておる。ナイス。おトイレに行くんやろな。それではご飯食べよ。昼間にさ、ちょっと贅沢しすぎたからさ、晩はとりあえずよいしょ、ここの圧がすごいな。
また取れたー。晩はとりあえずさ、あのあっさりね、うん、ハム、錦糸卵、カニカマ、お、カニカマまで入ってるわ。これはね、まつげんで買ったんよ。そうで、まあいつものね、温玉そば、この2つをね、食べようと思います。そう、ほんでさ、実はお弁当2個作ってきてやんね、全く同じやつを。で、もう1個はあの、明日用に置いときたいね。だから今、冷蔵庫をさ、マイナス8度にしてやんね。夜エンジン切って寝るやん。夜エンジン切って寝るからさ、どうしても腐ったら嫌やからさ、周りのジュース類を今凍らしてる時途中です。お茶とかね、そう、凍らして、あのしゃくり止まらん冷蔵庫の中をね、温度を一定に保ってもらおうかなと思って。そうそうそう、絶対明日の晩とかな、米食いたいとか明日の昼とかなんねん。だからそん時のために冷凍保存しちゃろう思ってだから今日の晩はこの冷やし中華、これをいっとこうかなと思います。しゃあ、いいね。あーあーあああ、少ない具が落ちたよ、1個ハムが。あ、卵まだある。まあまあこれで十分やからさ、今日はね。いやでもほんまあれやな、なんちゅん気楽やな。朝から配達行かんとほんまにバーッと走ってくるだけでええから、まあ、600何キロだったかな、600何歩ぐらいあるんやけど、まあ言うても600何歩やん。8時間で行けるって単純計算したから8歩64やから640キロぐらいなんかな、単純計算でね、うん、の距離やねんけど、まあ今日はお気楽な日でしたこれがね、朝からどっか配達行ってて、ほんで会社帰って、で積んで出発とか、まあまあちょっともっとね忙しくなってくればなっていく可能性はあるんやけど、でも基本的にここの日光に来るのは月曜出発なんよ。でかい。月曜出発の火曜着で来るから土曜日のうちに積んでしまうから、まあそれは結構免れるかな、うん、走ってくるだけっていう感じになるかもしれない。まあそれ荷物積んだケツが結構ちっちゃくて、そう傘行くんやけど、ちっちゃくて傘行くっていうかちっちゃくて、うん、数が多いから、あのなんていうの、いっぱいにはなれへんねんよ、容積が。だからトラックの後ろ結構余るから、そこに荷物積んで土曜日酔い済みした分どっかで配達してからこっちに来るっていう可能性もなきにしもあらず、そう滋賀県とか落としてからとかさ、うん、そういうのもある可能性はあるけど、まあ、それでも楽やんな、道中やったらな、ほんまな。よし、じゃあいただきます。なんでこんなにゆっくり混ぜてるかって言ったら、麺凍ってんねんまた麺凍ってんねん。だから今手でさほぐしてる最中なんや。さあいただこう。生姜とか持ってきてよかったな、生姜めっちゃ好きやのにな。いただきます。前歩いてるおっちゃんと目を、冷やしっていうかほんまうまいこと考えられとんな。なよっしゃ、うわー、一個食べたー。もう一個、もうちょっと後で食べようかなと思います8時までまだ時間があるからね。よっしゃー、ほなまああとはですね、今日はちょっと動画編集してで爆睡してですね、そやな、もう明日8時頃で行くかな。
8時頃出て荷物を下ろしに行こうかなという考えでいております。本日もご視聴ありがとうございました。それではこの後も皆様ご安全にですね、どうぞよろしくお願いいたします。グッドボタン、チャンネル登録、そしてコメントよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。おおきに、さよなら。